1年前、今和のヒョウが全国の高校を襲撃した事件は無事解決し、生徒たちは今では何事もなかったかのようにまた繰り返しの日常へと戻っていった。しかし今また学園に戦慄が走ろうとしている。学園に何が起こったのか。Hit!
Whoa!